も騙されてるだろう。当然俺様だってそんな安っぽい手口には騙されはしねえ。この小鼓の縁が破れてることに俺様は一目で気がついた。つまりこれは不良品だったんだよ。そんなもんが俺様に縁があるなんて笑えるぜ。だから俺様はもう一度値切った。最終的に8万もらで交渉成立したってわけだ。本当に儲けもんだぜ。得したのは相手の方な気もするけど。それより牛使い野郎が8万もらも出せるなんて、そっちの方が驚いたぞ。たかが8万もらだ。俺様を甘く見るなよ。そのうちの2万は俺が出したけど、俺も、親分、なんで俺だけ3万なんだよ。2万、そして3万。牛使い野郎、自分は一銭も出さずに子分から8万もらも絞り取ったのかよ。おいおい、お前どういう計算してんだよ。俺様だって残りの1万もらを出せる。さて、食べんのはここまでだ。もうこんな時間だし、そろそろ白部のとこに戻んねえと。祭典はまだまだ始まったばかりだ。賑やかにするにはもっと人を呼ばねえとなんねえ。その小鼓をちゃんと持ってろよ。合コン祭宴を始める準備ができたら元太に声をかけてくれ。そんじゃまた後でね、兄弟。